あ、これで僕行く感じですね。ゴールキーパー放送局ということで、私、ゲストでですね、前回初めて、お呼びいただきました福田優と申します。ゴールキーパーに関するライターと、それから MC など、やらせていただいております。今回は私、ゲストの第2回目ということでいいんですかね、高木さん。すげえ。うまいね。つなげね。るのがうまい。勉強になりました。これ大丈夫ですか？何の、割とあれなんですね。本当に事前のあれもなく、こう、無茶ぶりが来る は感い。じなんですね。めっちゃ安定ですね。やっぱし、構成とかを組ん、まあ、構成組んでるんですよ、もちろん。だけど、まあ、キーパーに関わる人は、多分構成なんか組んだとこで、その通りやれないから。それはそうかもしれないですはね。い。いやいやいや、やっぱ、多分過去一だったんじゃないですか？つなげ方が勉あ、強本にな当っですたか？な。過去には花粉症がひどくて、なんつった僕の同級生の桜井さんっていう人がいたりね。フリー素材や、それ。何回も出てくるな。いや、もう完璧です。だからまあ今回は、それこそ本当、福田さんがなんで MC やったり、ライターやったりとかっていう、掘り下げながらいけたらなと思ってますけど。そうすると、やっぱり前の仕事を辞めるときのこう気持ちというか、がやっぱまあベースにあるので、ちょっとそこからお話しさせていただきたいなと思うんですけども、まず大学を出てから最初、メーカーで僕営業やってまして、オフィス家具とか売ってたんですね。4年4ヶ月やってたんですけども、まあその仕事をしながら、まあ1回しかない人生なんで、やっぱり自分がこれまでにやってきたことだったりとか、何か特性を生かせる仕事をやっぱり一度はトライしてみたいなと思いまして、25ぐらいからそういう気持ちがだんだん強くなっていった中で、まあ当時、大学生の時に始めたそのフットサルを、一応まあ競技志向のクラブチームでプレーしていてですね。で、僕はサッカーのゴールキーパー未経験だったんですね。まあ、若いっていう理由で多分奇跡的に取ってもらえたんですけど、最初第5キーパーで、サテライトでもベンチ入れないんですね。で、試合撮影するビデオ係やってて、ビデオの腕ばっかり上達するみたいな、最初そこから始まって、まあ、これどうやって追いついていけばいいかなっていうふうに試行錯誤しながらプレーした経験っていうのが、結構自分の中では強みかもしれないな。いまして、で、まあ、もともと大学も社会学部でメディア関連の学部だったんですけど、まあ、文章はそれなりにおそらく書けるかなというのと、まあ、あと、まあ、喋りの方が多分得意なんだけど、ただ喋りをすぐにやるとなってもですね、何の実績もないとやっぱり難しいですよね。っていう中で、まあ、たまたまメディア系の学部に入っていたことで、同級生がとあるメディアで、まあ、サッカー専門媒体ではないんですけど、編集者をしていて、その流れからそこでちょっと書かせていただけるということになって、あ、これはチャンスだな、じゃあ会社辞めようということで、まずライターになりました。で、たまたまなんですけど、本当にたまたま初めて取材行かせていただいたのが、いきなりJ リーグとかではなく、サッカーのワールドカップのアジア予選、日本対北朝鮮、最後終了間際、吉田麻也選手のヘッドで1-0で勝った試合だったんです。この試合にいきなり行くことになって、で、全くそのメディアとしては未経験なので、全てが初経験なんですよね。こうなんかそのプレスの入り口からこう入っていって、で、なんかお手洗い行くと、そのテレビ出てる解説者の方がたま隣になったりとかするような、まあ、知らない世界みたいな感じだったんですけども、そこでただ初回である程度、まあ、ミックスゾーンでちょっと緊張はもちろんするんですけど、いきなりテレビで見てる選手たちも本当もう1メートル以内のところにいらっしゃるんで、なんですけど、でもここでひよったら負けだと思ったんで、初回からいきなりザッケローリの記者会見でも質問ある人って言われて、最初にこう手を挙げたりとかして、フリーランスの福田ですみたいな。でも、なんですかね、自分の感じたことをご質問したりとかして、で、そこが原点なんですけども、で、その1回目でなんとなく、あ、これ自分もしかしたらやっていけ、これは。ここまでか。そうですよ。でも、そこからキーパーっていうところのライターが、3から、あ、おかえりなさい。はい、福田さん、あ、飛んでました。また、ごめんなさい。ザッケローニに質問したらへんから飛んでます。わかりました。はい。ザッケローニさんの会見でもこう挙手して、選手も聞ける限りのことはこう極力前のめりに話を聞いて、まあ、記事を書いて、で、まあ、それが結構読んでいただけたんですね。で、それで、まあ、ちょっとこれで頑張ってみたいなというのと、それまでの仕事と比べてこう自分の書いたものに対して世の中からリアクションがこう来たりするところにも非常にやりがいを感じてですね。それって今でもウェブ上とか残っ
ってるんですか。これはね確か雑誌のだったんですよね。あ、雑誌か、はい、雑誌か、はい。まあ、でも代表戦の記事自体はウェブ媒体でも結構書いていたので、今残ってるやつ結構ありますね、その当時からの、うん。じゃあそれはなんでマスターが全部調べるので大丈夫です、はい、頑張ります。URL をお送りしますので。あ、はい、まあそれがきっかけね。そうですね。でなんかこう自分はゴールキーパーの知識は記者の中でもある方だと思ったので、うん、そしたら自分にしか書けないゴールキーパーの記事を世の中に出していくことで、うん、あ、こういう視点もあるんだとか、あ、まあ対シュート止めるっていうところだけじゃなくて、のスローイングでそのワンプレーでそんだけ回転まで含めてトップレベルはそこまでこだわってるのかとか、例えばそういう風に感じてもらえる人が一人でも増えていけば、うん、なんかこう自分がその仕事をする意味はもしかしたらあるんではないかなと思って、うん、でそれをずっと続けてきたんですね。じゃあどうよマスター、マスター選手とコーチをつなぐってとこから入ってってさ、うん、まあこういう記事を書く人なんていうのはさ、うん、あんま今までこう直接話すことはなかったと思うんだけど、うん、そうなんですよ。その自分もやっぱ中学校の時にキーパーコーチいなくて、本とか見たりとか、やっぱ文章読んで何とかしたいっていうのがありつつ、でもやっぱここ最近ももちろんあのいろんな文献を読むんですけども、特に福田さんだから読みたいなっていうところはやっぱ多いんです。なんでかっていうと、キーパーのことを理解してくれるっていう安心感があるからです。そういう意味ではやっぱこう福田さんだからこそ書ける文章というところは、実際にこう第三者っていうのもあれなんですけど、私自身が読んでいてこう今無意識にふわって振り返るとそう思って読んでたので、なんかそこの部分はこう福田さん成し遂げてられてたのかなっていうのは感じましたね。高木さんどうでしょうか。いやもう今福田さん固まってるのが超気になるんだよね。やっぱそっちの画面も固まってらっしゃいますか。福田さんの画面固まってないの。僕の画面動いてますね。こっちに原因ありますよね、きっとね。ネットカフェなのにネットが繋がらないっていう状況から始まってる。福田さん安心してください。あの大丈夫です。はい、変顔でとフリーズしてないんで、あのまだ大丈夫。あ、一旦じゃあさ、はい、さ、変顔で、フリーズしてないかどうかっつったら、はい、グレーだよ。そうなの。いやはたまにあるじゃないですか。半目でパチって止まっちゃうとき、そういう意味の解釈だったんですけどね。いや、マスさん。はい。もうね、接続が悪くて。まあでも俺もその発信会というかこうキーパー会に帰ってきてからパッて目についたの、うん、福田さんだったり桜井さんだったりとか、うん、でまあ松田ももちろんそうだし、うん、なんだろう、このストンって自分が落ちることを発信してる人って、あのやっぱしね、なんかこうやってつながっていくし、初めて会って次の日一緒に帰ってたんですもんね。そうですね、はい、で仲がいいな。でやっぱね、そのキーパー界もちろんフットサルの五零路界をどうしてこうかっていう話とかしてる中で、うん、ね、ペンは剣より強しだなんてなんかそういう話もあるけど、なるほど、その表現の中身が前回福田さんが言ったキーパー五零路の地位を上げたいとかね、変えたいとかっていう人って、うん、やっぱまっすぐ進む人だなと思うんだよね。もちろん生活は大事だし、ね、稼ぐの大事だけど、のためだけにやってる人とはやっぱ違うよねって思ってますよ。ありがとうございます。まあでもそうですね、なんかそこはぶれないようにしたいかなと。アベマのその F リーグの実況とかもそこは常にベースとしてあるんで、だから例えば実況中でもこう結構気にな、うん、まあこれ言うとあれなのか、言っていいよ言っていいよ。みたいな、いやなんかあの例えば1対1になりました、でシュートが枠を外れました、でいやーこれ決めきりたかったですねって例えば実況の方が解説に振るとか、まあ、最低でも枠は入れたいところですとか、まあ、それは確かに実際それで合ってるんでしょうけど、僕アベマの時にこうそういう決定機でちょっとわずかにシュートが外れたとかいう場面で、こうゴレイロの対応が良かった場面に関しては、例えばですけど、さあ10番の加藤龍馬のシュートをわずかに右、ただゴレイロの矢沢ダイムも前に詰めてコースかなり決定してきましたみたいな感じでこう心地よい、はい、振ったりとか、なんていうんですか、同じ枠外でもいろいろあるじゃないですか。本当にそのシュートした選手は置きたいとこに置けたけど本当にシュートをミスったのか、あの打つ前にまず置きどころを置きたいとこに置けなかったのか、ディフェンスがコースをいい限定の仕方をしていたのか、それとも
ゴールキーパーあるいはゴレイロがいい距離の詰め方をしたことでコースが実はニア上の本当顔横しかなかったのか、うんうん、それって全部同じ枠外のシュートでも状況が違うと思うんで、うん、だそういう時にこう、まあ、実況なんで解説ではないのでその毎回毎回はこう喋れないので、うん、なので実況の中でこうそれとなく伝えるには今みたいな感じで矢沢ゴレイロの矢沢もよく詰めていましたみたいな感じで解説も一緒に振ってそうですね確かに今のはみたいな感じでこう解説に入ってもらうと前にあまり出過ぎない中でキーパーにフォーカスというか、ねうん、まあ無理なんだよそのキーパーにフォーカスするのはだからこっちとしてはキーパーが本当にこれ隠れたファインプレーっていうかあそれ評価されないのってきついなって思って、うん、でじゃあもう94分もあとこのプレー終わったらおしまいって時にキャッチで終わりきった時のキーパーなんかはすごいと思うけどそういうとこはフォーカスできるわけだけど、まあ、終盤かもう疲労困憊で交代枠とかもいろいろなった中でキーパーが一番集中しなきゃいけない時のキャッチングの質とかパンチング逃れたなんでこれパンチだったキャッチだったのとかまで言える解説とかを増やせば、まあ、コンテンツとしてはもっと上がると思うけどそこまで行ってないのが現状キーパーのだってそんなの見なくたっていやーナイスプレーでしたねで終わらせればいいんだもんだってうん、まあ、確かにそうですねそれでも別にあの中継としては十分成り立ちますもんねだから文化としてキーパー根付かしたいって話したじゃないですか、うんうんうん、車の中でねあと人生何回やったらいいんでしょうね本当ですね、まあ、キーパーに限らずかもしれないですけど何気ない気の利いたプレーにこう自然とスタンドから拍手が上がるようなそういうもしになればすごく素敵ですよね確かだからあれかなちょっと前でハリソンとピックフォードなんだっけあのあ先日のボールカップルとエバートンのダービーですよねもうあれ最高ですよねあれをそのスタンドが、はい、あんだけ煽れるって結局文化として成り立ってるわけじゃないですか、うんうんうん、だってさ片やさ前半から時間稼ぎしたいキーパーだってあれだって正義だからね、うんうん、リバプールのサポーター喜んでましたもんね喜んでたよ前半やられてたのもあって、うん、ピックフォードも前半あれ別にあれ抱え込んで倒れる必要ないんですけど、うん、すっごいゆっくりしかも遅れてもうキャッチし終わってたのにその後倒れ込んで、うん、でも味方にウィンクしてましたからねそう、はい、だからあれはでも逆にサッカーの文化が根付いててもう本当に勝ち点1を取りに行くっていうのを90分やろうとしてる文化だから、うんうんうん、であれをだから選手や監督だけじゃなくてのスタンドの誰もがその意味を理解してるからこそあそこで湧いたりとかそう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 ブーイングが起きたりするわけで、うん、であれをね僕もツイッターで引用リツイートかなんかであれについて書こうと思ったんですよおでそうすると、ね、どうしても避けられない言及が JA の会場では絶対これ起こらないっていうと思ったんですけどそれ書いたら多分いろいろ言われるだろうなと思って選手のプレー自体はあったとしてもサポーターがねそうサポーターがそこにこうし、うん、してその意味を読み取ることは無理でしょうね少なくともまあまあ中にはもちろんいらっしゃると思う何万人いる中で、まあ、何割かいらっしゃるかもしれないですけど瞬間的にスタジアムの誰もがそのプレーの意味を読み取ってそこに怒ったり喜んだりっていう感情を反射的に爆発させるっていうことはなかなかやっぱり起きないだろうなという、まあ、大学生の時に初めて海外にサッカー見に行ったんですけどもその時に本当にもう結構強く痛感しましてあのスタジアムの雰囲気だけは正直全く別物というかこれはもう現地に来ないとあの見てる誰もが同じタイミングで同じことを理解して、うん、パッてこうリアクションするその気持ちよさってのはなかなかやっぱり現地にしかないなと思いました、ね、この前のはまさにピックフォードとアリソンのまさにそれだったなと、うんうんうん、まああれだねちょっと2部ボリュームがすごく上がったんで3部で MC プラス今後のキーパー界とかもちろん相模原 J1 J2 復帰に対してもねやっぱりいろいろな思いがあると思うんでそこをちょっと聞けていけたらと思うんですけれどもどうでしょうマスさんいかがでしょうか高木さんはい切りましょうということでワンツーみたいなテンポで、はい、次回で最終回はそんな感じで、まあ、最後まとめクロージングしていただけたらと思ってますので、はい、ぜひよろしくお願いしますお願いしますじゃあさよならそれではまた次回でバイバイ